こんにちは。Bonjour。クマモン、実は来週からフランスに行くんだよね。特にマルセイユに行くっていうことなので、マルセイユにとても詳しい2人からクマモンにマルセイユの見どころをいっぱい教えてもらうことにしました。マルセイユはね、本当とにかく暖かい。ずっと晴れてる。たまには雨降るけど、ドイツとかイギリスとかとは違うかな。クマモン絶対暑い。黒いし。38度出てきた。今本当に暑いよ。海は青い。あとは山が白い。いろんな人種がいるんだよね。クマモンが行ってもみんなに受け入れると思うよ。クマモンは特別じゃない？クマモンは1年間いて1回も行ったことないけど、ノートルダムがすごい有名らしくて、クマもあの上行ったら多分すごい人気者だと思う。マルセイユは船に乗った方が面白いかもね。船に乗って昔監獄って人に行ったり、船の上からマルセイユの風景見たらすごい綺麗だよ。クマも泳げるの。ニンニクマルセイユのクマモンみたいなキャラクターっているんですか？3人ぐらいキャラクター。髪が金色でちょっと僕みたいな髪かな。そんなんいましたっけ？あ、でもこんな感じ、こんな感じ。目つき悪い感じ。目つき悪い孫悟空みたいな感じかな。ただこれで言ってみよう。分かると思う、多分。お友達になろうね。うん。